お久しぶりです。 3D プリオです。今回はファーストレイヤーキャリブレーションについてシェアしたいと思います。初めて 3D プリンターで印刷した時ってファーストレイヤーの設定って正解がわからなくないですか？1層目がしっかり定着していないとプリントした時に剥がれてしまって時間とフィラメントの無駄になってしまうので、きちんと調整しておいた方がいいと思います。ファーストレイヤーキャリブレーションを実行すると、ジグザグなパターンをプリントします。その時に目視で確認しながら、ノブを反時計回りに回してノズルを下げていきます。はじめはノズルから出たフィラメントが浮いているので、押しつぶされるくらいまで下げていきます。この辺りである程度押しつぶされて、90度に曲がった時も角が立ってきました。最後の長方形の部分ですが、定着はしているけど隙間があるのでまだ少し高いと判断します。これを繰り返してもいいんですが、ちょっと分かりにくいです。海外の方が紹介していた方法がシンプルで正解の目安が分かりやすいので、こちらの方法をおすすめします。ただ 75mm 角のシートをプリントするだけです。プリント中に隙間がなくなるまでノズルを下げていきます。隙間がなくなったと感じたら、そこから最初のうちは 0.02mm ずつ段階的に下げるようにしていくと感じをつかめるかと思います。ノズルが高いとこんな感じにバラバラになります。さらに 0.02mm 下げてプリントしました。一見良さそうですが、外周に小さな穴がありますね。さらに 0.01mm 下げてプリントして、隙間もなくなったので、これで調整完了とします。厚みも 0.2mm といいですね。はじめは時間がかかるかもしれませんが、慣れれば一度で調整できると思いますので、造形物が外れてプリントがうまくいかない人は試してみるといいかもしれません。最後にキャリブレーションは頻繁にする必要はありませんが、ノズルを交換した時やテクスチャーシートに交換した時と、何かプリンター本体の調整、移動をした場合にはする必要があります。それでは今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。